ウルトラっていうところのプロテインですね。で、今回買ったのはこのカフェラテ風味という味を購入しました。で、これの利点としては、まあ、まず甘味料、人工甘味料使用っていうのと、となんかこのカゼインっていうのが入ってる、成分が入ってるらしくて、スローダイエットプロテインのスローの名の通り、通常よりも吸収が遅い成分、まあ、これがカゼインなんですけど、それが配合されているので結構このお腹に溜まりやすいっていうことなんですかね。で、まあ摂取タイミングとしては1日に3回、朝食とか小腹が空いた時、そしてまあ寝る前なんかに飲むみたいですね。普通に過ごしていても、まあダイエットをしない人でも基本的にタンパク質ってやっぱり、なんだろう、おすすめされる量は取れないっていうか取りにくいんですよね、やっぱりすごく意識しないと。なので、まあ普通に過ごしていても、まあタンパク質足りないんだったら、まあプロテインかなって思っていました。で、まあこれはすごく味も美味しいらしいし、あとこの運動を基本的にこうバリバリしない人でもこれは向いてるっていうプロテインだったので、ちょっと調べて買ってみました。頑張って飲んでみようかなと思います。ザバス飲んでたんですけど、これはどうなんだろう、溶けるか。いただきます。うん、全然粉っぽくはないですね。後期が終わるので、めちゃくちゃ課題が多くて、プレゼンもあるし、リーディング課題とかもあるし、すごく大変です。ペーパーが家になかった。本当は多分水気切った方がいいです。こういう大きいキャベツとかでやるのが一番いいんですけど、うまく取れなくて、なんかずそんな感じになっちゃった。キャベツが甘くて美味しい。うん。本当にたくさん買ってきました。これたくあんは。ほぼ1キロ入って200円、安いなと思って買っちゃいました。人気のパン、あと納豆、好きなチーズ、これはアンチョビガーリックの味です。美味しい。エリンギ、あとベーコンを久々に買いました。
ベーコンとかハムとかソーセージとかあんまり買わないんだけど、ちょっと目に入って買っちゃいました。まああと豆腐もありました。2個、1個30円ぐらいだったかな。めっちゃたっぷり入っているごま、なんか糸こんにゃく、ウスターソースのストックと、これはスイートチリソース、これ100円だったので買いました。ライスペーパーを使って生春巻きしたいなと思って買いました。チーズ、ここからが冷凍なんですけど、カニ爪風かまぼこ、なんかこれは生で食べれるし、なんかサラダに入れたり、なんかマヨネーズとか入れてご飯と一緒に食べたら美味しいと思うので買いました。置いてある朝はこれ300円ぐらいだったかな。てかなんかシーフードミックスが売ってなくて、なので自分でなんか混ぜて作ろうかなと思って買いました。冷凍のイカを買ったので、これと家にあるコストコのエビでシーフードミックスっていう感じで食べるかなと思います。もやし19円でした。あとまあ前も買ったんですけど、サバですね、すごく美味しかったし、なんか冷凍であると便利だなって思ったのでまた買いました。あとは冷凍のブルーベリー、まあこれはヨーグルトとか、あとなんか余ったら適当にジャム的な感じに瓶に詰めて食べようかなと思います。あとネギですね。もうネギはなんか自分で一人暮らしであんまり買わなくて、だから冷凍でカットしてるのすごい便利だなと思って買いました。あと冷凍のパプリカ、これはさっきの生春巻きにも使いたいし、あとなんか料理に彩りがないなっていう時、私結構料理の見た目うまく綺麗にするの下手くそなので買ってみました。まあね、パプリカって1個買うと200円ぐらいするじゃないですか。これね、めちゃくちゃ安かったから楽だなと思って買いました。あとサバ缶もあったわサバ缶買いました。美味しかった、これリピートです。ほっとく、ただフライパンで焼くだけなのですぐにできるし、すごい美味しかったんですよ。前ね、自分でホットカン作ったんですけど、やっぱりそれは手間がかかるし自分でうまくできなかったので、こちらをまた購入しました。6000円いかなかった、5000円ちょっと、5300円ぐらいでしたかね。まあ5300円でこれなら全然安いと思います。なんか酸っぱめです、すごく。はい、お、来た、思った。待って、量やばいかも、これ明らかに2人前だわ。あこ、うん、美味しい、美味しいけど麺伸びてるやばい、めちゃめちゃ美味しい、めちゃめちゃ美味しい。うん、これね、酢豚が美味しいんですけど、マジで熱いんですよ。なんだろう、すごいもちもちしてるんですよ、衣が。めちゃめちゃ熱い、うん、しっかりお肉も入ってます、すごい。
もう大満足です今。うん、この見えるかな、見えないかな、なんかすごいねオイリーオイルがここに溜まって見えるんです。すごいんだろうな多分カロリー。これはシェイカーですね。プロテイン飲み始めたので、なんか今まであのタンブラーでこの前やったように作ってたんですけど、もう口が狭くて粉がバッて溢れちゃうのがすごくストレスだったので買っちゃいました。ストレスなく飲めるかなと思います。そしてあと100均にも行ってきて、なんかこのお皿が可愛いなと思って買いました。ラウンドボールアカシア、すごく可愛くないですか。何入れるって言われるとなんか思いつかないんですけど。で、あとこのコースターですね。最近木にハマってるんですかね、私は。どんなサイズにも基本合いそうですね。シェイカーもいいけど。あんま合わないけど。まずこのお金の基本っていう本を購入しました。なんか自分も二十歳になって、そろそろ、まあ、働き出しっていうことで、なんか社会人になる準備全然できてないし、まあこういうの知っといてもいいのかなと思って。結構ね、おすすめの本として流れてくることも多いし、中が結構イラストになってて分かりやすいっていうことを聞いたので、ちょっと買ってみました。基本的な知識があったらやっぱり将来困らないだろうし、知識として持っておくにはすごくいいんじゃないかなと思って今から読んでおこうと思います。もう一個買ったのが、死にたいけどトッポッキは食べたいっていう、ペクセヒさんっていう韓国の方の本なんですけど、なんか前から気になってて、人間関係に悩んでる人に読んでもらいたいっていう感じ。なんかこう、気分変調症っていうのの治療を通して、この思いとかだったり、他の人とどう関わっていくかっていうのを見直すっていう内容みたいなんですけど、すごい可愛いですよね、この本。めっちゃ気になってて、今回2も出てたので、やっぱり人気があるんじゃないかなと思いますね。アールグレイミルクドーナツ。すごい、めっちゃ悪ぐらいのいい匂いする。わぁ。すごっ。うん。この中にミルクが入ってる。めっちゃ美味しい。やっぱ。めちゃめちゃ美味しいんだけど。
めっちゃ久々に食べたかも、コロッケ。美味しい。うん。